佐竹義理は、出羽国岩崎藩の、第九代藩主。佐竹池守屋九代当主。道の区国相馬中村藩主。相馬三種の三男。慶応2年2月1日、岩崎藩主。佐竹義人との養子縁組の話が持ち込まれる。同年2月5日、中村を出発。同年2月13日、江戸の中村藩邸に到着。同年3月2日。 秋田神殿藩主、佐竹義人の養子となる。義理は義人の老いにあたる。同年3月28日、江戸の秋田神殿藩邸に移る。母親戦争では、養父義人と行動を共にした。そのため、戦後に恩賞として二千両を与えられた。明治2年5月25日、養父義人の隠居により、家督を継ぐ。同年6月に、 半籍奉還で地半寺となり、館を岩崎村に移して、藩を岩崎藩と改めた。明治4年、廃藩地県で面官された。明治9年9月、司法省から法学生徒を命じられた。明治10年1月、病気を理由に法学生徒を辞退する。明治17年7月、死釈を授けられた。同年7月、学習院別則研修科を卒業。 明治23年7月、貴族院議員に選ばれた。また、国光生命保険会社社長となり、実業家として活躍した。大正3年4月26日、57歳で死去。墓所は東京都板橋区あずさは3丁目の総泉寺にある。ありがとうございます。